マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。完食すると太る、分かっているけどついつい食べてしまうなんてことないですか？そこで今回は完食する代わりに置き換え可能な魔法のダイエット食材が分かるんです。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。痩せる魔法の粉食材3選お伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこの粉で痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、痩せる粉食材3選と簡単なレシピお話します。では1つ目の項目です。なぜこの粉食材で痩せることができるのかという、その痩せるポイント3つあります。この粉たちはですね、1つ目、あなたの腸内環境を整えてくれます。2つ目、そしてそれぞれの栄養価がとっても高いです。そして3つ目、低糖質なんですね。いかがですか？ついつい間食、つまみ食いって結構太るものを選んでしまったりしませんか？パクッと食べるおにぎりとかパンとか、そういったね、糖質が高くてしかも脂肪にすぐ変わってしまうようなものよりも、今から私がお伝えするこの粉食材たちに置き換えるだけで、小腹が空いた時もちょっと間食したい時も痩せながら美味しく食べることができるんです。ではここから2つ目の項目です。痩せる魔法の粉食材3選と、それぞれを使った超痩せる簡単レシピをお話しますね。まず1つ目の魔法の粉はこちらになります。生姜純ココアパウダーですね。甘味料全くゼロの無添加の粉になります。原材料名見てみますと、ココアと生姜の粉末のみでできています。この2つだけで、この2つが最強のダイエット食材なんですね。見てみましょう。生姜です。もうどんどん脂肪を燃やしてくれますし、血糖値の急上昇、要は脂肪を溜め込むのをぐっとね抑えてくれるという効果もある。そして体をね、何よりも温めてくれて、代謝が上がって結果デトックスができて痩せるということですね。でまたカカオですよね、まあ、ココアといっても皆さん純ココアのことですね。甘みが全く入っていないものになります。でカカオもすごいんですよ。食物繊維が豊富、しかもご存知でしたか、カカオって発酵食品なんですよ。なのであなたの腸内細菌たち、痩せ菌たちを増やす食材なんです。イコールあなたは根本的な痩せ体質になれます。そしてね、レジスタントプロテインが入っていて、これもね、痩せ菌、善玉菌たちのもう大好きな餌となる材料になりますから、ぜひ積極的に摂っていきましょうね。でまたね、そのことで老廃物がデトックスしますから、この生姜純ココアパウダーめちゃくちゃおすすめです。では2つ目の魔法の粉はこちらです。抹茶になります。皆さんいかがですか、まあ、緑茶を、ね、飲む方も多いと思うんですけども、緑茶で煮出して飲むよりも、そのお茶っ葉がそのまま粉になった抹茶の方がダイエット効果高いんですね。なぜかというと、まあ、そのまんまが取れるわけです。で抹茶がすごいのは、脂肪を燃やしてくれたりとか、油の吸収を、ね、抑えてくれる効果があります。でまたね、同時に2種類の食物繊維が取れますから、煮出して飲む緑茶よりもその食物繊維のね、不溶性とか水溶性とか、そういったのが多く取れちゃうっていうのが抹茶の方ならですよね。そしてカテキンがそのお茶っ葉をそのまんまいただくわけですから、多く取れます。でこのカテキン効果なんですけれども、目安は1日 200mg 以上取るとダイエット効果があると言われています。で抹茶のね、小さじ1、まあ、イコール 2g なんですけれども、これを、まあ、朝昼晩と1日3杯まで、まあ、合計 2×3 で 6g ほど毎日抹茶の粉摂取されますと、こういった効果をさらにキープできることができますので、おすすめです。そしてとっても大事なのが緑茶ですよね。そのお茶っ葉をそのままいただくわけですから、もちろん無農薬有機栽培の抹茶を選んでくださいね。私もこちら後ろね、有機粉末茶、有機緑茶原材料ということで熊本県産なんですけれども、有機栽培のお茶を安心して粉にしたものを召し上がってください。では3つ目の魔法の粉食材はこちらです。きな粉になります。できな粉もですね、もうすっごくダイエット効果高いんですね。大豆製品ですから、まずはあなたの腸内環境が整って、女性にとって嬉しい女性ホルモンに似た働きをするそのイソフラボン入ってますよね。
そして食物繊維が豊富、高タンパク質で大豆オリゴ糖も入っていて、しかもコレステロール値を下げてくれるっていう優れものです。で特にそういった大豆製品の中でもこのなぜきな粉が良いのかという理由があるんですよね。それはここです。最も食物繊維が多いんですよね。もうすっごく大事。食物繊維がないと痩せることはできませんよ。これすっごく大事です。その時に大さじ1きな粉を取るだけで 2.7g も食物繊維が取れちゃうという。そして何といっても植物性の高タンパク質、大さじ2杯でなんと 10g も取れてしまいますから、ぜひね、あちょっと今日の食事ねタンパク質少ないなって感じた時はきな粉をまぶしてヨーグルトを食べてみるとか、パパッとねかけちゃうとかドリンクにしちゃうとか、そういった工夫をして積極的にきな粉も取ってくださいね。私が今回選んだこちらのきな粉はこちら、北海道産特別栽培大豆を使用したきな粉になります。もうぜひですね、選ぶ時のポイント、国産大豆の遺伝子組み換えではない良い大豆からできたきな粉を選んでくださいね。ではここから魔法の痩せる粉食材を使った簡単にできる美味しいドリンクレシピをご紹介します。どうしてもお腹が空くとついついつまんじゃうっていう方は、食べるから飲むに変えましょう。そうするだけでも全然変わってきますし、しかも飲むものが腹持ちが良くって栄養価も高くって痩せ気が増えたらものすごくいいと思いませんか？私もそうしてます。なので、あーなんか食べたいと思ったら、こちらの今からご紹介するドリンクで食べるから飲むに置き換えていきましょうね。で先ほどのご紹介した魔法の粉酸性ありましたね、それを使っていくんですけども、それをですねこういった材料処理分ですね、まず無調整豆乳 200ml、 これぐらいのパックがちょうど 200ml の量です。だいたいコップ1杯分かなと思ってください。このあたりはお好みでいいです。そしてね、蜂蜜を大さじ1と、あとは各お粉の食材を適量ということで、私はそうですね、この量の豆乳だったらこの純ココアですね、こちらはですねだいたい今ティースプーン山盛り2杯、大さじ1杯ぐらい入れて飲んでるんですね。で蜂蜜も大さじ1を入れてます。で次に抹茶の場合は大さじ1も入れすぎなので、先ほどお伝えした通り1杯あたり 2g でしたね、小さじ1程度ぐらい、もっと少なくてもいいかもしれません、抹茶なので、をよく溶かして飲んでみてください。で合計全部で1日 6g 取れたら OK ですね。そしてこのきな粉は私やっぱ大さじ1とかね、1杯半とか入れます。これタンパク質がいっぱい取れるので、あちょっと今日ね食事取れなかったって、何かエネルギータンパク質でなくっちゃって思った時はですね、この私豆乳のきな粉ドリンクよく飲むんですよね。めちゃくちゃ腹持ちがいい。しかももうタンパク質もしっかりキープできて、食欲もすぐね収まるんですよ、タンパク質取るとね。ですからそういった特にペコペコっていう時はね、このきな粉ドリンクもタイミング的にはおすすめということになります。ここから痩せる飲み方注意点です。以上のこのレシピ作るときに、ぜひ豆乳はホットで作ってください。ここでね、冷たい無調整豆乳で作ってしまうとお腹が冷えて代謝が下がって太ってしまいますので、そこだけ注意しましょう。で1日にだいたい1杯か2杯までお腹が空いた時の間食の代わりの置き換えとして飲んでみましょう。さあいかがだったでしょうか。今回はついついつまみ食いしちゃうっていう方のために、食べるから飲むに移行していただいて、しかも痩せる食材を使った簡単できるドリンクレシピご紹介しました。もし役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また作った後の、ね、感想などどしどしコメントお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。